アニメ放送から1年、原作人気がヤバすぎる。どうも、ミケタナです。今回は2022年秋アニメが放送終了して1年後も人気が爆発している件について取り上げていきます。まずは復習として、2022年秋アニメがどんな作品があったかというと、スパイファミリー、シェーンソーマン、機動戦士ガンダム水星の魔女、ブリーチ千年決戦編など、数々の話題作が放送されていました。放送から1年経った今、チェーンソーマンは1年で累計発行部数を1000万部近く伸ばし、2600万部を達成。また、小説では転生したら剣でしたが、2期制作決定、シリーズ累計発行部数を320万部まで伸ばしています。今回の特集では、特に影響の大きかったこちらの2作品について集中して取り上げていきます。1つ目がこちら、ウォッチ・ザ・ロックです。話題作だらけの2022年秋アニメの中で、最終的に一番売れた、いわゆる派遣作品になった作品です。放送後の人気も凄まじく、原作は2023年3月時点で200万部突破。原作は4コマ漫画で、3月時点では期間5巻と考えると驚異的です。音楽面でも驚くべきセールスを記録しており、オリコン上半期ランキング、デジタルアルバムランキングの結束バンドのアルバム結束バンドが1位を獲得しています。また企業とのコラボがすごい。ファミリーマート、 ABC マート、イロハスキャンペーンなど大手企業とのコラボも多数しています。さらに人気がとどまるところを知らず、9月には下北沢の公認アンバサダーに結束バンドが就任しました。これからは下北沢で行われる様々なイベントや催し物などで地域を盛り上げていきます。実際に下北沢カレーフェスティバル2023ではコラボ商品が発売されました。2つ目がこちら、ブルーロックです。週刊少年マガジンで連載されているサッカー漫画で、絆やチームワークではなく個人の圧倒的個性やエゴをテーマにしている作品で、史上最もイカれたサッカー漫画とも言われています。アニメは秋から2クール放送で大きな話題になりました。アニメのクオリティが高いのもさることながら、ワールドカップと時期が被り人気が爆発しました。原作の方も先の読めない展開が続いていて、今最も熱い漫画の一つだと思います。漫画の方も2023年の上半期だけで約800万部を売り上げ、オリコンの上半期漫画ランキングでは堂々の1位を記録しています。また J リーグコラボ、舞台化など作品がどんどん広がりを見せているのも特徴です。今回は2022年秋アニメの作品人気が1年経ってもヤバすぎる件についてでした。ブルーロック、何言ってもネタバレがすごいから先の展開が語れないのが辛い。早く2期をいつ放送するのか決定してほしいです。感想やいいねをよろしくお願いします。それではまた。